Miss Philippines。 Miss Philippines。 フィリピンにおける聖僧であるテルノをイメージしたデザインです。フィリピンの教会からインスパイアされています。Miss Philippines。 Miss Philippines。 私の趣味は絵を描くこと、料理、ヨガ、音楽、アウトドア、水泳、そしてスポーツピラティスです。Miss Philippines。 Miss Philippines。 私のチャームポイントは目です。参りましょう。11人目のファイナリストは、ミス・フィリピン。 Congratulations, Miss Philippines。Please proceed to the stage center。 11人目のファイナリスト、 Miss Philippines。Three things come to mind when I think of Miss International. Culture, education, and international understanding. These three work together to make the brand of the Miss International Beauty Pageant relevant to the global community and to our time. If I become Miss International 2016, I will devote myself to cultural understanding and international understanding, because I believeThat it is with developing in each of us sensitivity to other cultures that we expand our horizons, tolerate difference, and appreciate diversity. All this enables us to achieve international understanding, and I believe I am prepared to take on this responsibility. どうもありがとうございます。私の中には3つ言葉があります。文化、教育、そして国際的な理解です。そしてこの3つがあってこそ、このビューティーペジェントのブランド、そしてビューティーペジェントの意義というものがあるのだと思います。そして人類に対して、人間にとってそれが大切だと思います。ミスインターナショナルになりましたら、私は文化の相互理解、国際的な理解というものに献身していきたいと思います。別の文化に、自分と違った文化に対して思いやりを持つということ、そして多様性に敬意を敬うということ、それが国際的な理解につながると思っております。ありがとうございました。はい、いよいよです。いよいよですね。参りますか。参りましょうか。 Are you ready? 流行る2016ミスインターナショナルを発表いたします。Ladies and gentlemen, the glorious 2016 Miss International goes to
Congratulations, Miss Philippines! You are the 2016 Miss International! ミスインターナショナルに輝きましたミスフィリピンズには2015ミスインターナショナルエディマー・マーティネス様からサッシュとガウン、そしてミスインターナショナルのクラウンが贈られます。こちらのクラウンは株式会社三木本様よりご提供いただいております。大きな歓声です。さあ、喜びで涙が止まりません。会場からも大変大きな歓声が飛んでおります。はい、続いて一般社団法人国際文化協会会長下村明美から盾が贈られます。おめでとうございます。続いて株式会社 JTB 代表取締役社長高橋博之様から副賞が贈られます。そして副賞として株式会社 JTB 様よりご提供の JTB 外国人旅行者向けお土産サイト JTB ウォアジャパンセレクショングッズセット、株式会社三木本様よりご提供のアコヤ真珠パールネックレス、パナソニック株式会社様よりご提供のルミックス一眼カメラ、導入美容器イオンエフェクター、洗顔美容器濃密泡エステ、オーストラリアンコレッジ様よりご提供の2年間授業料そして生活費が免除される奨学金が贈られます。おめでとうございます。 Congratulations。 それでは記念撮影をお願いいたします。 Please take the official pictures now。ありがとうございました。 Congratulations。 Thank you very much。 もう一度熱い抱擁が交わされております。興奮スタミナご本人ですね。そして会場からもフィリピンコールが巻き起こりました。さあ、それではここで2016ミスインターナショナルの栄冠に輝きましたミスフィリピンに喜びの声を伺いたいと思います。 And now we would like to hear some words from you 2016 Miss International Miss Philippine please。
はい、それでは受賞の喜びを伝えたい人、そして感謝の気持ちを伝えたい人はどなたでしょうか。 So first of all, who would you like to tell about your win and who would you like to、be grateful to first of all? どうもありがとうございます Japan for having me and for having all the girls. I cannot believe this moment right now and I am ecstatic and happyThank you so much to my family, to the Philippines, to everyone who supported me. I did not go through this journey alone, but I had a lot of help from the people who love me. I deeply appreciate this. This moment has only happened in my dreams. Thank you so much, Japan. Thank you. Thank you, Miss International. 日本の皆様、ありがとうございます。そして、私たちを受け入れてくださった日本に感謝いたします。今まだこの瞬間が信じられません。ワクワクしておりますし幸せを感じています。家族にも感謝します。そしてフィリピンの皆様にも感謝します。私決してこの道を一人で歩んできたわけではありません。私のことを愛してくれる人の助けのもとで今ここに立っております。本当に夢のようです。ありがとうございます。Miss Philippines, congratulations! おめでとうございます。2016 Miss International の栄冠に輝きました Miss Philippines に改めて盛大な拍手をお願いいたします。さて2016ミスインターナショナルに輝きましたミスフィリピンの喜びの言葉いただきましたけれども、69名のミスたちによって繰り広げられましたミスインターナショナルビューティーペイジェント、今日この日が終わっても彼女たちは国際平和の実現を目指す美と平和の親善大使としてこれからも世界に友情のネットワークを広げていってくれることでしょう。また来年ミスインターナショナルビューティーペイジェントでこうして皆様とお会いできることを楽しみにしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。また来年お会いいたしましょう。 See you next year. Thank you so much.